明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ、この一戦をお送りいたします。スワローズの先発は右の原樹里、対するジャイアンツの先発は右の堀田、以上の両先発。さあ、間もなくプレイボールです。右の原樹里、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。まずは1回の表、先頭バッターは吉川、背番号2、はい、第9、投げた、変化球ストライク、インローへ。まずは決めてきました。投げました、あっと引っ掛けた、1、2塁間への当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番、坂本、坂本、背番号6、第9、ボール、第2球投げました、ストライク、第3球を投げました、ボール、第4球を投げました、インコース低め、ストライク。投球これから5球目、スローカーブ、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。背番号23、第9、投げました、決まった、ストライク、いきなり150キロ、第2球投げた、見送ってストライク、第3球を投げた、ストライク、空振り三振。原樹里、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、トップバッターは岡本、第9、投げた、まっすぐ見送ってストライク、第2球投げた、バッターの足元、第3球を投げた、ボール。さあ4球目、空振り、追い込んでから投げました、打ちました、十分ご注意ください、投げました、三振。まさに日の出るような直球。リプレイをご覧ください。バッターは5番、中田、中田、背番号10、第9、投げました、ボール、第2球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。投球は3球目、投げました、3球目空振り、追い込んで投げた、打った、ボテボテのセカンドゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは丸、背番号8、第9、投げた、初球見送ってストライク、まずは入れてきました、投げた、インコース低め、ストライク、これで追い込みました、投げた、外角高め、外れてボール、第4球を投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった、原樹里、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって2対0です。2回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは内山、第9、投げました、低めギリギリいっぱい、ストライク、いきなり152キロ、第2球投げました、外角高め、外れてボール、第3球を投げました、外角低め、見送ってストライク、バッター追い込まれました、投げました、打った、ショートバウンド取った、ここはうまい守備に阻まれました。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは松原、第9、見送ってストライク、第2球
投げました、ストライク、膝元厳しい球でした。これで追い込みました。投げた、1球外した、ボール。次が4球目、投げた、打ちました。山田掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには大城、背番号24。第9、投げた、低め決まってストライク。第2球、投げた、打った、痛烈な当たり、ヒット。打ったバッター一気に二塁へ向かう、バッターランナー二塁でストップ、大城ツーベースヒット。バッターはピッチャー堀田、背番号91。第9、投げた、初球スライダー空振り、タイミング合いません。第2球、投げました、見送ってストライク。これで追い込みました。アウトコース低め、空振り三振。最後は148キロストレート。打順は1番に帰って吉川、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球、投げました、打ちました、センターへのフライだ、取りました。これで3アウト。先ほどのプレーです。二塁ランナー大城残塁に終わりました。3回の表が終わって2対0です。スワローズ追加点のチャンスです。ツーアウト満塁という場面で内山、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球、投げました、高速スライダー見送ってストライク。投球は3球目、投げました、きた、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、満塁ホームラン。左中間スタンドへ突き刺さった、ストレートを狙い打ち、7対0スワローズリードを7点に広げます。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは坂本、今日の第一打席はスイングアウト、投げました、ストライク、いきなり150キロ。投球これから2球目、打ちました、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスはポランコ、第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。直球見送ってストライク、いきなり150キロ。2球目ストライク、追い込んでから投げた、149キロ直球、空振り三振、原樹里見事なピッチングです。第9、投げた、ストレートはボール。第2球、投げた、ボール。第3球を投げた、決まってストライク。第4球を投げた、インロー、高速シュート外れてボール。さあ5球目、スローカーブはストライク。第6球を投げました、打ちました、ファール。第7球を投げました、見逃し三振。原樹里最後は見逃し三振に仕留めました。4回の表が終わって7対0です。5回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは中田、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第9、投げました、低め際どい、ボール。第2球、投げました、高速シュート見送ってストライク。第3球を投げました、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、低めの変化球、ボール。第5球、投げた、初球見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番丸、センター丸。第9、
決まった、ストライク。初球空振りから第2球投げた、ボール。第3球を投げた、高速シュート、ボール、アウトローへ。第4球を投げた、外れた、ボール。次は5球目、投げました、決まってストライク。次は6球目、投げました、これはバットの根元。村上ボールを掴んだ、サードから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番松原。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、インコース低め、ストレートは外れてボール。第2球投げました、スライダー、ボール。第3球を投げました、打ちました、引っ掛けた、フラフラっと上がった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。原樹里、ここまできっちり一安のピッチングが続いています。スワローズリードで迎える5回です。先ほど満塁ホームランを放っている内山、初球を打ちました、センター前ヒット、クリーンヒットです。内山いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。第1球投げた、ボール。第2球投げた、アウトコース低め、空振り、タイミング合いません。投球は3球目、投げた、低め、ボール。第4球を投げた、外、外れてボール。第5球投げた、打った、抜けた。中継、原樹里ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。第1球低め、直球は外れてボール。さあ次の投球、打ちました、いい当たり、破った、ライトバックホーム、塩見いいバッティング。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは大城、投げました、見送ってボール。第2球投げました、内角低めいっぱい、ストライク。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。第4球を投げました、打った、いい当たりだ、ダイレクトフェンスに当たった、バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、大城ツーベースヒットを放ちました。バッターは代打中島。第1球投げました、初球空振り、いきなり150キロ。第2球投げた、ストライク、タイミング合いません。追い込んで投げた、内角低め、ボール。第4球は高速シュート、見逃し三振。打順をトップに帰って吉川、今日はセカンドゴロとセンターフライ、ストライク。1球目ストライクから打ちました、鈍いゴロ、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球ボール。さあ次の投球、ボール。投球はこれから3球目、変化球ストライク、インローへ。第4球を投げた、インサイドストライク。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、変化球、空振り三振。原樹里毎回奪三振を続けています。6回の表が終わって9対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターはポランコ、ここまで2打席連続三振。第2球投げました、打った、ピッチャー左のフライになりました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番岡本、ここまで2打席連続三振。投げました、初球空振り。さあ次の投球、投げました、ストレートはストライク。投球はこれから3球目、アウトコースいっぱい、見逃し三振。原樹里見事なピッチングです。第1球投げました、初球打った、サード左横のゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。上空には投手を燃やせとばかりにたくさんの花火が咲き乱れています。
スワローズリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で内山、今日4打点を挙げています。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、直球ストライク。投球これから4球目、ボール。ボール。さあ5球目打った、いい当たりですが破ってった、2塁セーフ。内山ナイスバッティング。8回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは丸、今日は三振とサードゴロ。第9投げた、初球は高速シュート、空振り。第2球投げた、外角低めいっぱいストライク。追い込んでから第3球を投げた、打ちました。西浦取った、一塁へ送る、一塁アウト。これはアウトです。バッターは7番松原、今日はセカンドゴロとピッチャーフライ。第9投げた、インコース低めいっぱいストライク。まずは決めてきました、投げました、危ない球。同期は3球目投げました、インコース低めストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは8番大城、今日3打席目投げました、決まった、ストライク。第2球投げました、アウトローを見送ってストライク。投球はこれから3球目、ボール。アウトコースへ。第4球を投げた、内角低め、空振り三振。原樹里、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。8回の表が終わって13対0です。8回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは内山、今日は3安打猛打賞。第2球決まった、ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。内山、2塁も狙う。内山、いいバッティングを見せました。今日これで5打数の4安打。バッターはピッチャー原樹里。第9投げた、真ん中にストライク。まずは見送りました。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、3球目空振り。追い込んで投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、ショートを掴みました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9初球から打ってった、レフトへのフライになった、スライディングキャッチ、ファインプレー。ランナー2塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9ストライク、少し意識しすぎたか。投球これから2球目、インローの直球はボール。第3球を投げました、打った、ファールボール。次は4球目、投げました、ボール。次は5球目、膝元、空振り三振。ボール球に手が出てしまいました。8回までが終了しまして13対0、スワローズこの回0点に終わっています。ピンチヒッターは若林。第9投げました、アウトコース低めストライク。さあ次の投球投げました、2球目ストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、外角低め、空振り三振。若林、全くタイミングが合いません。リプレイをご覧ください。バッターはトップに帰って吉川。第9投げた、スライダーボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、インロー空振り。第4球を投げた、ボール。次は5球目、投げました、ストレート見送ってストライク。第6球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。右バッターボックスは2番坂本。スワローズここは何としても抑えたい場面。完全に外れた、ボール。第2球
アウトロー空振り。少し迷ったか。第3球を投げました。見送ってストライク。さあいよいよあと1球。次は4球目。投げました。打ちました。いい当たり。二遊間ライナー破っていった。坂本、いいバッティングを見せました。バッターは3番ポランコ。第9球スライダー見送ってストライク。さあ次の投球、スローカーブ見送ってストライク。第3球を投げました。1球外してボール。第4球は外れた、ボール。さあ5球目、スローカーブ空振り三振。原樹見事な完封勝利。スワローズ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。